この1年くらいでどんどん大きくなった死亡種。病院で調べたら良性。歩くのに支障ないなら、切らずに様子を見ましょう、とのこと。高齢になるとあちこちにできると聞いた。それにしてもどんどん大きくなり不安。あるブログで、歯と麦を3ヶ月食べさせたら、死亡種が消えたと書いてあった。浜まこさんちの、メルちゃんも同じ。一緒に、歯と麦、対策をスタート、することにした。お座りして、お座り、お座り。まだ、まだ、ノー、ノーだよ。ノーだよ。ノーだよ。お座りだよ、ノーだよ。お座り、ノーだよ。いい？お手、おかわり、して。まだ、まだ、待て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 。よし！初めてのハトムギです。死亡種をなくそうと思ってやってます。ちょっと、ちょっと、ちょっと。あ、もう一瞬で終わりました。一瞬で、一瞬で終わ、ああ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 、持っていっちゃった。犬が死亡種で、待って、死亡種を取ろうと思って、犬のために買ったハトムギですけど、人間にももちろん、お肌にも、便秘にも、健康にもいいそうなので、自分も食べようと思います。量はどうなんだろう。ちょっと体験、ちょっと邪魔して、お母さんも食べてみるね。じゃあ、食べてみます。こんな感じです。うん。美味しいね。味はないけど。うん。いけるいける。うん。美味しいね、食感。美味しい美味しい。うん。おやつにいい感じ。味がなくてもお菓子食べてるみたい。うん。美味しいです。